こんにちは皆さん。大谷翔平選手の新居をめぐる一連の騒動は、日本のメディアとスポーツ界の関係性について大きな問題となりました。まず事の発端を詳しく振り返ります。大谷選手が約12億円で購入したカリフォルニア州の新居について、ある日本の新聞社がスクープ記事を掲載しました。これを受けて複数の日本のテレビ局が現地に取材陣を送り込み、過熱報道を始めたのです。さらにこの問題は、たかが選手がという、ある意味で差別的な言葉の使用にまで発展し、社会の価値観そのものを問う事態にまで発展しました。今回の問題の発端は、アメリカの新聞社が大谷選手の新居について報じたことでした。そこから日本のテレビ局が追随する形で報道を始めましたが、その内容があまりにも行き過ぎていたのです。例えばドローンを使って上空から撮影したり、敷地内を盗撮したり、近隣住民にインタビューをして大谷選手の引っ越しを知らせたりと、明らかにプライバシーを侵害する行為が次々と行われました。これらの行為は単なる取材の範疇を超えており、まさにストーキングと呼べるレベルのものだったのです。これらの報道により、大谷選手の新居周辺には観光客が押し寄せるようになりました。アメリカでは有名人の自宅を狙った窃盗事件が多発していることもあり、大谷選手の安全が脅かされる事態にまで発展してしまったのです。この状況に大谷選手は激怒しました。そして問題の報道を行った2つのテレビ局に対して厳しい措置を取ることになりました。一つはドジャースの取材パスの凍結、もう一つは大谷選手の過去の映像や写真の使用禁止です。これはテレビ局にとって大きな痛手となりました。特に野球中継や野球関連番組を多く抱える日本のテレビ局にとって、大谷選手の映像が使えないというのは番組制作に大きな支障をきたす事態なのです。この問題に対してフジテレビは迅速に対応し、謝罪を行いました。番組内で謝罪を放送し、社長も記者会見で謝罪の言葉を述べたのです。この対応には賛否両論ありましたが、少なくとも問題を認識し改善しようとする姿勢は見せたと言えるでしょう。芸能陰と陽、しかしもう一方の日本テレビは今なお謝罪をしていません。その態度に対して視聴者からの批判の声が日に日に大きくなっています。なぜ謝罪できないのか。大谷選手のプライバシーを侵害しておきながら謝罪すらしないのはおかしいのでは。たかが選手がという態度が透けて見えるのではないか。こうした声が SNS を中心に広がっています。特に最後の指摘は重要です。たかが選手がという言葉には、スポーツ選手を単なるエンターテイナーとしか見ていない、メディアの傲慢な態度が現れているという批判が多く寄せられているのです。日本テレビの対応について、ある幹部は現地支局員が取材パスを凍結されただけで会社として出禁になったわけではないと言い訳をしていますが、そのような説明では再び炎上することは目に見えています。この発言自体が問題の本質を理解していないことの表れだと指摘する声もあります。さらに日本テレビには別の問題も控えています。8月末から9月にかけて放送予定の24時間テレビです。この番組では大谷選手に関する企画をいくつか予定していたそうですが、今回の騒動でその実現が難しくなっているのです。このまま取材 NG や過去映像の使用禁止が続けば、24時間テレビで大谷選手を取り上げることはままならなくなります。制作スタッフは大谷選手サイドと和解できなければ大幅な企画変更もあり得ると相当焦っているようです。こう語るのはある民放関係者です。さらに24時間テレビ自体にも批判の目が向けられています。過去に寄付金の不正使用問題があったことや、障害者や病気の人を感動ポルノ的に扱っているという批判もあり、番組の存続自体を問う声も上がっています。この問題は単に一人の選手とテレビ局の問題にとどまりません。日本のスポーツ報道全体の在り方を問い直す大きなきっかけとなっているのです。日本オリンピック委員会はパリオリンピックを前にアスリートのプライバシー保護に関する声明を発表しました。これは
大谷選手の問題と無関係ではないでしょう。ここで考えなければならないのは、スポーツ選手のプライバシーはメディアが報じるべきテーマなのかという根本的な問いです。そしてたかが選手ではなく一人の人間として尊重されるべき存在なのではないかという問いかけでもあります。従来有名なスポーツ選手は準公人やみなし公人として扱われ、ある程度のプライバシー侵害は許容されるという考え方がありました。しかし近年ではその考え方が変化してきています。スポーツ選手も一般の人と同じ私人であり、スポーツ以外の話題についてのプライバシーは守られるべきだという考え方が徐々に浸透してきているのです。この変化は選手の人権意識の高まりと SNS の普及による直接的なコミュニケーションの増加が背景にあると考えられます。ジャーナリストの井上氏はこう指摘します。米国ではこうした著名人の自宅の位置などに関するプライバシーに踏み込んだ報道は社会的に信頼度の低いゴシップメディアがするものです。芸能、陰と陽、大手テレビ局やニュース専門局はしません。日本のメディアはこの点で大きく遅れていると言わざるを得ません。つまり日本のテレビ局による今回の報道は国際的な基準から見ても明らかに行き過ぎだったのです。そしてこの遅れを取り戻すためにはメディア側の意識改革が不可欠だと言えるでしょう。この問題は日本のメディアが抱える構造的な問題も浮き彫りにしています。日本特有の情報番組と呼ばれるバラエティ番組とニュース番組の中間的な存在がしばしば報道倫理の面で問題を起こしているのです。これらの番組では視聴率至上主義のもとセンセーショナルな報道や過剰な取材が行われがちです。さらに SNS の普及により個人でも簡単に情報を拡散できる時代になりました。大手メディアの報道倫理の基準が低くなれば個人の倫理観はそれよりもさらに低くなるリスクがあります。メディアには社会の模範となるべき責任があるのです。実際最近では芸能人に関するインフルエンサーの憶測投稿が拡散し誹謗中傷につながる事件も起きています。これはメディアの無責任な報道が個人レベルでの情報発信にも悪影響を及ぼしている証左と言えるでしょう。大谷選手は今回の問題を通じて日本のメディアのプライバシー報道の姿勢に対して厳しく接していくことを宣言したと言えるでしょう。これは単に大谷選手個人の問題ではなく日本のスポーツ報道全体の在り方を変える可能性を秘めています。法律の専門家によれば大谷選手が日本テレビを提訴すれば勝訴の可能性が高いとのことです。プライバシー侵害の程度が著しく大谷選手に実害が生じていることは明らかだからです。しかし大谷選手側が法的手段に訴えるかどうかは不明です。むしろこの問題を通じてメディアの在り方そのものを変えていくことを望んでいるのかもしれません。オリンピック選手を含む他のアスリートたちにもこの新しい基準が適用されるべきだという声も上がっています。たかが選手ではなく一人の人間として尊重されるべきだという考え方がスポーツ界全体に広がることが期待されています。大谷選手が引いた新しいラインは日本の報道の在り方を根本から見直すきっかけとなるかもしれません。私たちはスポーツ選手のプレーを楽しみ彼らの活躍を応援したいのであって彼らのプライバシーを侵害してまでの情報を求めているわけではありません。大谷選手の勇気ある行動はこうした議論のきっかけを与えてくれました。彼の決断が日本のスポーツ界とメディアの関係をより健全な方向へと導く第一歩となることを願ってやみません。さあ皆さんはこの問題についてどう思いますか？選手のプライバシーとメディアの報道の自由、そのバランスをどう取るべきでしょうか？たかが選手という言葉に象徴されるスポーツ選手を尊重しない風潮をどう変えていけばいいのか、コメント欄にぜひ皆さんの意見をお聞かせください。最後に大谷選手をはじめ世界中で活躍するすべてのスポーツ選手にエールを送りたいと思います。私たちファンは選手のプレーを心から楽しみ応援しています。選手のプライバシーが守られ安心して競技に専念できる社会の実現を心から願っています。